友財は2013年に集英者より発行された薬丸学の小説。また、それを原作とした2018年の日本映画。元雑誌記者の増田純一は、編集方針をめぐって編集者と暴力沙汰を起こしてしまい、書き手として廃業していた。日雇い生活を繰り返す中、社員寮のある町工場に職を得るようになる。同時期に鈴木という同世代の男性と共に、 使用期間に入ったマスダは慣れない仕事に悪戦苦闘する。一方、鈴木は多くの技能、資格を持っていて、不愛想だが即戦力とも言える人材だった。マスダは学生時代に友人がいじめを受け自殺したことに罪の意識を感じていた。ギリギリまで友人の側にいたマスダだったが、最後の最後でいじめる側に回ってしまい、その直後に 友人は自ら命を絶った。そのことから今でも友人の家族のもとを訪ねては罪の意識を和らげる代わりに一時の息子の代わりを務めている。一方の鈴木は仕事からの帰り道に男から追いかけられている美オ子と出会う。彼女はかつて男に騙されアダルトビデオに半ば強引に出演させられた過去があり、そのことから逃れるために人目を避けるように暮らしていた。 ある日、作業中に増田は事故を起こし、指を切断する重傷を負う。しかし、鈴木の冷静な対応と駆けつけた中年タクシー運転手の3内のおかげで何とか指は元に戻る。この3内という運転手は過去に息子が交通事故を起こし、2つの家族の子供の命を奪ったという過去を持っていた。 他人の家族を壊してしまったので、山内は自分たち家族も解散させるべきとして、一家離散。そんな三内のもとに、息子が結婚をすると話が飛び込んできて、山内は怒りを覚えた。2018年5月25日に公開。監督、脚本は、せ瀬隆久が担当し、生田東馬と瑛太が主演を務めた。ありがとうございます。